はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画ではなんとミニマリストエリサさんとユミーさんとそして僕とこの3人でディズニーシーに行くことになりましたので、その様子だったりとか、あと僕が今泊まっているホテルはディズニーシー近くのホテルに泊まっておりまして、すごく素敵なホテルをご用意していただきました。なので、ちょっとしたルームツアーだったりとか、ホテルの中の様子だったりとか、明日ディズニーシーに行く予定なので、それまでのね、僕自身の生活のスタイルっていうのをお見せしていきたいと思います。ということで、まずは今僕が泊まっているこちらのお部屋のルームツアーを簡単にしていきたいと思います。はい、ということで、こちらが僕が今泊まっているホテルになります。いや、めちゃくちゃ広いお部屋をご用意していただきました。で、普段僕はこちらで、デスクワークだったりとか勉強だったりをしている感じですね。はい、こんな感じで昨日の夜とかは、ここで執筆したりとか、あとは携帯をいじったりとか、そして何かね、 YouTube 動画見ながら、こんな風に勉強したりとか、動画の企画を考えたりとかしておりました。で、まずこのお部屋のいいなと思った点はですね、照明ですね。オレンジで温かみのある照明で部屋の雰囲気を柔らかくしてくれるので、すごく居心地のいい空間かなと思います。そしてこちらにベッドが2台ありまして、このベッドもね、すごく寝やすかったと思います。で、こちらにテレビがありまして、その下にリモコンがあると。で、こちら側が玄関ですね。はい、足元には靴が1足あって、で、玄関横にはクローゼットがあるんですけども、ちょっと暗くて見えにくいと思いますが、こちらはね、明日僕が着る服になっております。で、クローゼットのお隣にはこんな風に全身鏡があるという感じで、で、こちら側にはこの柵もすごくおしゃれですよね。で、そして入り口を入ったところは多分こちら化粧台になりまして、はい、こんな風に鏡もあります。で、ここに座ってお化粧をするっていう感じですね。で、こちらにはホテルの案内があったりとか、下の方には冷蔵庫ですね。はい、こんな感じで飲み物も入っております。そしてこちらにはポットだったりお茶だったりが入ってます。そしてこちらが水回りになるんですが、網網の扉もすごくおしゃれだなと思いました。はい、では開けてみます。はい、こんな感じでめちゃくちゃすっきりしておりまして、ここにあるのがドライヤーだったりとか、アメニティですね、歯ブラシとかひげ剃りだったりとかがあって、で、こちらにハンドソープ、歯ブラシコップ、で、こちらは僕が使っているヘアジェルですね。で、こちらはティッシュですね。はい、めちゃくちゃすっきりしております。で、その下にあるのはフェイスタオルだったりバスタオルになります。そしてですね、こちらにあるのがトイレですね。はい、トイレもめちゃくちゃ広くて綺麗ですね。はい、もう何もありません。必要最小限のものしかなくて、すごくすっきりしていていいですね。で、最後に皆さんに見てほしいのはお風呂なんですけども、いやー、めちゃくちゃすごくないですか、このお風呂。普通のホテルとは違いますよね。めちゃくちゃ広くて、で、このなんていうお風呂なんでしょうね、丸風呂というか、昨日入ったんですけどめちゃくちゃ良かったです。広いし、で、さらに驚きなのがこちら外に出れるんですよね。こんな感じで見えますかね。はい、あちら側にディズニーシーが見えるという感じで、もう宿泊先のホテルからめっちゃ近くにあります。いや、今日はですね、ちょっとあいにくの雨なんですけども、明日ディズニーシーに行く際は天気は割と回復するみたいなので、またね、違った景色が見れると思います。
はい、ということで、まあ、ルームツアーが終わりましたので、今度はねホテルの探検をしていきたいと思います。なんかもう南国に来たって感じですね。どれぐらいの高さがあるんだろう。おお、すごい高い。ちょっとね上まで行ってみたいと思います。全然なんかエレベーター使わなくても楽しめますね。はい、ここが大浴場と露天風呂ですね。はい、先ほどですね僕は朝一でお風呂に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。露天風呂もね、今日ちょっとあいにくの雨なんですけど、でもすごく気持ちよかったです。はい、実はですねこの上に展望台があるんですよ。なのでちょっとねそこに行ってみたいと思います。いやーすごいな。おー、やばい、誰もいない、うん、あーすごいすごい、いやー綺麗だな。ただちょっとあいにくの雨っていうのがやっぱり残念ですが、いやーこれ晴れてたらもっと景色が良かったと思うんですけど、でもすごい癒されますね。はい、ということで展望エリア来てみました。ちょっとね雨で景色があまり楽しめなかったですけど、いやでも普通にすごいですね。なかなか普段じゃ味わえない景色なんで癒されましたね。はい、ということでホテルの中もめちゃくちゃすっきりしていて癒し空間でした。ということで部屋に戻ります。はい、ということで戻ってきました。で、今日の予定はですね、この後午後から座談会ということで、何人かのミニマリストさんなのかな、 YouTuber さんなのか、僕自身詳しく聞かされてなくて、何人か集まって、何かしら悩み相談だったりとか、あるテーマについて語り合う、対談するっていう撮影が午後からあります。ちょっとね、今座談会まで時間がちょっとあるので、今から執筆作業に移りたいと思います。はい、ということで執筆作業が終わりました。で、座談会の会場に向かいたいと思います。もう本当に座談会で誰が来るのかとかも全く知らされていない状況で、多分 3,4 人来るっていうことは聞いてるんですけども、果たしてどんな方が来るのか、非常に楽しみですね。で、座談会のトーク内容については多分別の動画で撮ると思いますので、そちらをご覧いただければと思います。ではひとまず座談会の会場に向かいたいと思います。今日は何をするんでしょう。教えない、教えないいつも内緒なんです、はい、今日誰が来るんですか。あ、それも知らないですはい、わかりました、はい、よろしくお願いいたします。今日の座談会はこちらの半分堂で撮影していきたいと思います。よいしょ、はい、ありがとうございます。お願いします。今日はお願いします。はい、ミニマリストタケルと言います。お願いします。はい、ということで座談会が終わりましたのでホテルに戻りたいと思います。いやー疲れました。
よし、終わった。はい、ということで執筆だったりとかいろいろ今日やることリストだったりとか一段落したので、ちょっとお風呂に入ってご飯を食べていきたいと思います。ひとまず今日の分の動画撮影はこれで終わりにして、また明日ですね、エリサさんとユミーさんと僕と3人でディズニーシーを楽しむ姿をお届けしたいと思います。ということで引き続きディズニーシーの動画をお楽しみください。おはようございます。チケット買います。はい、挨拶もなく、ここは東京ディズニーシーです、はい、私たちはチケットを買うところから楽しみたいと思います、はい、おーすごい。はい、おーすごいですね。おお。私の後ろです。うちです。待って。はい。おお。すごい。はい。ディズニーランドに大丈夫です。自撮りで超高額なんで多分入ると思います。はい。はい。見てくるのが SS コロンビア号です。今私たちはアメリカンモーダーフロントの歌ってくれます。チャオ、大きな声でチャオチャオ、お兄ちゃん、ひよ、いってらっしゃい。はい、行きます。はい、東京ディズニーシーを一周する旅を楽しんでいただきます、はい、ビッグバンドビット、はい、全編英語でのショーです。さきりさん、よろしいですか？得意ではありません。はい、だってもう1回目のショーはお待ちいただいてます。うわ、左手の気分が、入ってます。はい、どうもミニマリストたけるです。今日はですね、この3人で夢の国に来てます。今日楽しみたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。とりあえず今日1日楽しみたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。あった、お兄さんとお姉さん、来月ですか？来月です。なんですけど、お誕生日なので、はい、ちょっと早いんですけど、はい、お誕生日シールお願いしてもいいですか？はい、やったー。これ僕 の、 あの YouTube チャンネルですか？だね。本名？たけるです。たけるさん、たけるさん、はい、たけるさんですね。2月19日、はい、ウォーター、どうぞ。おめでとうございます。お待たせしました。お姉さん、お名前教えてください。エリサさん、はい、誕生日が2月9日で、2月9日違いですね。そうですね。エリサさん、大座ですか？水亀座です。水亀座。はい、お待たせしました。どうぞ。素敵な誕生日。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなので、はい、お姉さんのはい、胸の見えるところ、みんなにお祝いしてもらえるようにつけてください。ここにもらっちゃいますね。ありがとうございます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 。面白いっすね。自分で来てたら分かんなかった、はい、いっぱいあるんだけど、飲みしてましょうかって言ったじゃないですか、はいはいはい、あれをやっぱり言ってくれるのが自分で、はい、あー、ここが 120% の歌詞で、なるほど、かわいいですね。はい。
一番言われるかもしれない。はい、撮れました。ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。おめでとう、お誕生日おめでとう。ありがとう。なんかもうエリサさんの格好がめちゃくちゃ似合うっていう。はい、はい、エリサさんいかがですか、感想は。そうですね、夢の世界と現実が融合したみたいな空間に、はい、とても楽しいです。はい、ありがとうございます。共有できて嬉しい。はい、いや本当にすごかったですね、さっきの。よかった。はい、ありがとうございます。スリーピングホエールズ、眠っているクジラというお店の中に入ります。あ、骨がある、ちゃんと。そうです、スリーピングホエールズに入ります。すごい。アリエルもいますよ。アリエル抱っこしちゃいます、お姉さん。アリエル抱っこしてみてください。見せてみてて。おお。かわいい。エリサさんっぽい。はい、かわいい、かわいい。お兄さんお姉さんどうです、楽しいですか。綺麗でしょ。はい、そうですね、色合いがめちゃくちゃ綺麗だから、ちょっと降りてみますか、降りて出ますか、降りますか、せっかくですから。はい、エリサさん、あれは苦手ですか。はい、あのグルグルですか。はい、あのぐらいだったら大丈夫。あ、本当ですか、いけるんですか。行ってみますか。いや、僕は苦手です。おお、すごい、綺麗。すごい、かわいい、あの丸いのがかわいい。いや、綺麗だな。コロコロゲーム。はい、じゃあ過ごしお願いします。たけるさんです。とにかく優しくですよ。優しく、でも行けそうじゃない。あー、もっと面白いとこに止まった。解説がいいですか。頑張ってアンケート、あ、ダメっぽい。あ、そうですね、バランス感覚がいい。何でも、何でも褒める、ダメでも。あ、頑張って、あ、いけない。おー、
はい。お、あ、また音が。はい、このお水の音で消えるように。お、また船が。おお。さきるさん、何味のポップコーン買ったんですか。はい、抹茶味です。どう？抹茶味の初めて。おいしい。もうちょっとこうなんだ、食レポ。食レポ。美味しいって。外はカリッと。はい。中はふわっと。嘘。エリサさんもちょっと一口いただいて、どんな？はい、エリサさんの食レポ。抹茶ホワイトかな。一口噛むと抹茶の香りがふわっと口に。ああ、いいですね、いいですね。いいですね。さすがエリサさん。噛むと抹茶の香りはふわっと、はい、美味しくなさそう、全然美味しくなさそう、ダメだ。そこがいい、そこがいいんじゃないですか。その美味しくなさそう。食レポは、いやいや、食レポはこのまま食レポは絶対仕事で来ない、来ないと思います。めちゃくちゃうまいです。うまいですって。どう美味しいのか。はい、抹茶の香りがふわっとして、は、はい、でおすすめです。ここは夢の国のエリアで、みんなこの帽子をかぶってるカチューシャでテンション上げます。僕もピンときちゃったんですけど、どれが、私わかる、言ってみましょうか、はいはい、じゃあこれじゃないのって。違います。意外、はい、違います。あの、僕が一番好きな色青だから。はあ、これ普通すぎる。いやいやいや、いいです、いいです、さすがミッキー、はい、じゃあエリサさんの好きそうなの当てましょう。え、どれ。違う、決まってないですか。これから決める感じですか。これって思ったのある。お、本当ですか。どれかな。僕の予想はこれと思ったのはこれかな、はい、あ、僕これから。あ、そっち、はい、ミニちゃんのイメージ。こっちかこっちと思ってた。あ、なるほど。でもなんかどっちかな。なんかピンクも可愛い。あ、でも、あ、まあ、好きなので、まずは、はい、まずはって何回もかぶる。あ、ちょっと、あ、鏡見て挑戦してみてください。これどうつければいいんですか。あ、それで鏡見てどうぞ、はい、これ耳の前、どっちでも、どっちでもいいです。どんな、はい、あ、かわいい、かわいい、かわいい、女子高生みたいなことになっちゃってるんじゃないですか、はい、あら、かわいい、かわいいですね、はい、もう一個だけ、はい、じゃあもう一個、はい、あ、どうぞ、あ、どうぞ。なかなかね、普段かぶることないですっていうか、ないと思います。今日最初で最後かもしれない。あ、意外とあ、いいかもしれない。あ、何回、なんで似合うんでしょう、はい、かわいい。こうかな、はい、エリサさん、ちょっといい、ね、なんですかね、高校生って言われて後ろから、はい、うん、本当わかんない。いや、本当似合います、かわいい。そうそう、あ、もうちょいこっち、エリサ、竹井さん、そのまま、はい、これビデオでいいですか。はい、ビデオのままで5秒ぐらい、はい、はい、ありがとうございます。タケルさんの頭を少しだけユミさんと反対側にするとミッキーの顔が、あ、そう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 、はいはい、あ、見えます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。